どうも、こんにちは。ご無沙汰しております。今回はですね、以前動画上げてた分、ハッピーワンプラスの試乗動画ですね。前上げた分の動画の、サムネイルをこれにポンと載せときますので、見られてない方はそちら見られてください。で、それから、どうなったかっていうのなんですけど、乗った日が令和5年の4月4日。で、その乗って帰って、お店の人と話をして、その時に契約をいたしましたので、まずはね、それのご報告と、あと、契約の内容ですね。オプションで何をつけたか。で、それがいくらになったのか。で、総額いくらなのか。その説明をこの動画でできたらなと思ってますので、よろしければ最後までご覧ください。早速なんですけど、私たちが契約した内容で、まず一番大きいところですね。外装品。何もボディカラーをしなかったら、この前試乗した白のキャンピングカーですね。なんですけど、何かしら色をつけるんであれば、いろいろ色の付き方もあるらしいですけど、オリジナルカラーにするとか、そういうのもあるらしいですけど、私たちが選んだのは、アイスグリーンです。これにかかる費用がプラス10万円になります。金額は全部、税込み表示になりますので、それでお伝えしていきます。アイスグリーンがどんな色かというと、もう、まさしくこの、カタログですね。はい。ピント合ってるでしょうか。けど、タイヤも、このタイヤにしたので、カタログ通りの姿になりますね。出来上がりは。で、外装品の中にもいろいろ他にオプションはあるんですけど、今回私たちが選んだのはこれのボディカラーのみですね。あと、気になるところでマックスファンがプラス8万円ですね。これは、今のこの今撮ってるこれキャンピングトレーラーですね。この中にもマックスファンつけてないけど、過ごせてるっていうのもあるし、激しい料理をね、あんまり多分しないでしょうから、そこら辺を踏まえてマックスファンは取り除きました。8万円もするし。続きまして、内装品ですね。大きいところから説明すると、まずエアコンですね。これはもう重要かなと思ってますんで、エアコンで12万円。で、次に FF ヒーターですね。軽油式の FF ヒーターですね。市場で乗ってたやつと全く同じのになりますけど、これが5万円。になります。あと、リチウム電池。リチウムイオンのバッテリーですね。これ200アンペア、400アンペアあって、値段は、そのまま倍違うんですけど、だいぶ悩んだ末に一番大きい400アンペアにしました。電気をどんどん使っていこうというところですね。電気に困らないように生きていきたいという思いが積もってます。あとは、いろいろ考えて後付けし、で、ちょっとお願いしたのが、テレビです。自分たちで買っておこうかなと思ってたんですけど、いろいろ、立てかけてやってとか、動かせるとか、メーカーはちょっとわからないメーカーだったかもしれないんですけど、3万円でそれが付けれるんであれば、20インチだしですね。いいのかなと思って、それはお願いしました。と、それに伴って、フルセグチューナーですね。が1万5千円。これは試験的にも、映る映らないとかいろいろ、みんなにもね、伝えることできるから、これは、なんとなくつけました。あんまテレビ見ないですけど。あとは、電子レンジ。3万円です。前はターンテーブル式だったみたいですけど、今はそのターンテーブルがなくなった、やつですね。だから移動中もカチャカチャ言わないっていうのが売り文句らしいですね。それぐらいですね。内装品で言ったら。来たらすぐにでも、キャンプだろう、車中泊だろうできるぐらいの内装品に仕上がってるはずです、これで。あと、運転席の周りで行くと、ドライブレコーダーですね。ミラー型の。前後、録画されてる分で、これが3万円ですね。なります。あと ETC ですね。が、セットアップ含めて17,000円で追加してます。
あとレザークッション6万円とかそういうのもあったんですけど、そこら辺は試乗したクッションのままで行ってますので、ノーオプションです。で、あと足回り、まあこれ結構重要なところではあるんですけど、まずはスタビライザーの前後セット、これが前か後ろだけ、片方だけだったら6万5千円なんですけど、まあ、前後でつけたら10万円になりますんで、もう前後つけて10万円に私たちはつけました。あとショックアブソーバーなどあったんですけど、まあそれはつけてません。まあ理由としては、この前試乗した車でショックアブソーバーついてないのに試乗して、それで十分だったので、まあ、足回りはそれとほぼ一緒の足回りにしました。で、タイヤもだからそれに付随して、まあ幅が165ですね。あと14インチの165。扁平が確か50ぐらいだと思うんですけど、ここちょっとすみません、うろ覚えですね。だからそれが、まずタイヤ4本セット、14インチのやつで10万円。まあこの、さっき見せたカタログと全く一緒のタイヤですね。白いタイヤです。で、あとスペーサーですね。あの、後ろのタイヤをちょっと横に出してあげる。これで安定が向上されるというスペーサーが3センチ3センチ広げるリアの部分ですね。後ろのタイヤを広げるので2万円。これもつけてます。で、あと、ストリートサガベースさん。私たちが購入した店舗さんのオリジナルオプションっていうので書いてあるんですけど、まず、強化ブレーキパッド。まあ、これが2万円です。まあ、実際に、あの、試乗した時にブレーキの効きが、ちょっと、やっぱ、良くなかったんですね。重みがあったんで。なんで、それを強化するっていう、まあ、単純にそのままなんですけど。まあ、これ前回のには付いてなかったんで、今回付けました。2万円で付けれるんであればと思って付けました。これちょっと、ね、納車してから運転するのが楽しみですね。前回の試乗車よりは、まあ、それ考えると良くなったのかなと思います、これで。あと、ミラーの自動格納。鍵を開けた時に開く。鍵を閉めたら閉まる。っていう連動の分ですね。これが1万円です。で、最後、つけたのがコーティングですね。私たちはコーティングは一番いいプレミアムっていう。12万6500円。をつけました。まあ、実際に、体感してないんでわからないんですけど、2年に1回、1万7千円ぐらいを払えば、半永久的には続くコーティングっていうふうに聞いてますんで、まあ、その期待を込めて追加しました。はい。で、今言ったオプションですね。全部含めると、オプション金額だけで、104万8500円。になります。あと、車体本体が360万と、その104万8500円。あと、諸経費ですね。諸経費のところがですね、まあ、これは、その、代理店さん、ハッピーワンプラスを扱っている代理さんにもよるとは思うんですけど、うちの場合は、やっぱり、豪華なんで、一番大きいのは陸送費がかかってしまうんですよね。名古屋の方だったと思うんですけど、JP スターが。名古屋から、やっぱ陸送してもらわなくちゃいけないので、それに8万円かかるっていうのがあります。まあ、あと、希望ナンバーをつけるなら9800円とか、まあ、車庫証明とかですね。まあ、これは自分でするなら削られるんでしょうけど、まあ、フルで今回はもうお願いしましたんで、これを全部ひっくるめると、26万円になります。ざっくり。あれを言うの忘れたわ。え？ソーラー。ああ。うん。そうね。ソーラー。うん。テイク2やね。どこら辺からテイク2した方がいいかな。やべ、めんどくせえな。ねえ。めんどくさいな、これ。確かに。うん。まあいいや。あとこれ、ちょっと言い忘れたのがあって、もう一つオプションが。ありました。ちょっと載ってないオプションではあるんですけど、別で渡された資料で、ソーラー、上のソーラーですね。ソーラーを1枚追加
するのに6万円かかるんですよ。今標準で1枚ついてて150ワットですね。で、それをもう1枚追加して300ワットにするんであれば、まあ6万円プラスでかかるんですけど、まあ電気には非常に困らないんじゃないかなって思って、電気に困りたくないっていう思いから、これは追加してみました。いろいろ検証もできるかなと思って。はい。それも含めて、オプションの合計価格は105万円ですね。になります。で、すべて、車体本体360万円。で、諸経費26万円。で、オプションの合計が105万円。これを全部合わせたら、491万円。なります。はい。いやー、ものすごい今までで過去最高の高い買い物にはなりますね。正直ね、お金の使い方は人それぞれなんで、まあ、贅沢やなーって思われる方も結構多いかもしれないんですけど、そうですね。贅沢ですね。うん。うん、そう思います。贅沢してます。いや、これは買ったよな。そんな言っちゃいかんな。贅沢してるでもね。贅沢してるけどね。まあ、その分頑張ってますからね、っていうね。うん。はい、その分本当仕事頑張ってます。っていうか、これからも頑張ります。仕事を。このために仕事を頑張っていきたいと思いますんで。はい。これがあっての仕事っていうような、もう感じですね。で、納期が、まあ、私たち、令和5年の4月4日に契約をして、半年です。今、この JP スターのハッピーワンプラスの納期が。なので、まあ、それ通りに行くんであれば、10月4日ですね。だから、9月中に、ね、納車できたら嬉しいなとは思ってます。まあ、それまでがね、非常に楽しみではありますけど、まあ、このキャンピングトレーラーでね、旅をしながら、待ち続けたいと思いますんで。まあ、この金額がですね、まあ、こう、今から買おうって思ってる方に参考になればいいとは思ってますんで。まあ、悩まれてる方、これを見て、ぜひご検討ください。はい。まあ、今回はですね、これ、このお知らせと、こういう発表だけになりますんで、以上になります。納車するまでの間にいろいろとまた旅に出かけると思いますので、その動画とか、あと私一人でこのトレーラーにまあ車中泊しようかなと、駐車場車中泊ですね、ここでの車中泊してみようかなと思ってますんで、まあこういうのも、ね、暇があったら上げていきたいと思いますので、どうぞご視聴と、あと、ね、チャンネル登録もしもされてない方がいたらしてくれるとすごい嬉しいです、心から。では、これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。